皆さんこんにちは、桜井ののかです。今日はですね、メイク動画を撮る体でスタジオに来ているんですけれども、本当のね、私の、企画というのがスタジオに来て化粧ポーチをねわざと忘れてきているので、整形をして戻ってきてスタッフさんがどういう反応をするのかっていうね、某有名番組のモニタリング形式でね、撮影していきたいと思います。はい、スタジオはねこんな感じのスタジオです。でね、こちらの方に見える OK ていうか、すっぴんのうち可愛いななんて。では、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。じゃ、今日メイク動画の撮影なんで、はい、もう4分もらいましたか。あ、もうあの昨日の夜さんとしっかり、はい、ありがとうございます。はい、じゃあメイク動画の方カメラ回すんで、はい、お願いします。はい、はい、どうもこんにちは、桜井ののかです。今日はね、皆さんからリクエストをたくさんいただいたね、日常メイクの方を紹介していきたいと思います。その名も整形級メイク、ね、整形2000万もかけてるやつが、あの、何言ってんだってつじつまが合わないですってね、あの、紹介していきます。とりあえず、まあ、参考になるかならないかね、その人次第に。一回止めてもらっていいですか。はい、はい、全然、はい、あのメイク道具の方を、はい、家にちょっと忘れてきた。なるほどっすね。そうっすね。どれぐらいかかりますか。行き帰りで2時間ちょいぐらいはかかるかな。なるほどっすね。ちょっとと僕がこの後2時ぐらいからちょっと打ち合わせがあって、はい、なんで、そうですね、2時間か、ちょうどぐらい、そうですね、多分それぐらいでちょうど僕も終わると思うんで、はい、じゃあ、よかったよかった、一旦取りに帰る。あー、すいません、はい、ごめんなさい。そうですね、はい、準備してもらったんで、じゃあ、すいません、ごめん、じゃあ、ちょっと急いで、わかりました、ごめんなさい、ごめんなさい、じゃあ、また後ほどでお願いします。そうだね、これから整形行ってきたいと思います。よいしょ、カメラ持ってこう。はい、今、クリニックにね、移動中なんですけれども、今回ねやる整形というのが、リフトアップっていうアンチエイジングに近いのかな、こう肌のたるみだったりとか、そういうのをね、こうたるみだったりとか、こうほうれい線だったりこうギュッてこう伸ばす、手術になってます。で、なんか私がやる手術は、その糸が1年ぐらいで溶けて、まあ、コラーゲンとして体に吸収されるから、肌も綺麗になっていくしっていうものなので、まあ整形とプチ整形ぐらいの間なのかなって感じでね、特に切ることもないので、うん、これ気づいてくれるのかなっていう不安がある。だからもっとこういうね、ドッキリやるんだったらね、もっと大掛かりなね時にやりたかったっていうのありますけどね。私骨削ってるんですけど、ちょっとね、笑い方がね、ここが出なくなっちゃったのよ。ここ短くしすぎて、ここの骨をこうバツって切り落としたみたいな、そぎ落としたみたいな整形をして、でこうね、笑った時にね、前歯がここ出なくなったんだよね。でこうネットで調べてるうちに、その手術を受けた人たちの、まあ、回帰方法として一番最初にやるのが、リフトアップだったので、リストアップがダメだったら歯をやるんだって、歯を大きくするんだって。でちょっと歯ちっちゃいんですけど、一応笑った時のね顔が嫌だったので、とにかくね大至急でリフトアップをやりたかった。
ってことで、まあ、YouTube 始めた、ね、タイミングもあったし、まあ、そんなにね仕事も忙しいんでガツガツたくさん手術できないから、まあ、とりあえず今日はリフトアップの方でねちょっと検証していきたいと思います。気づいてくれなかったね、私のいつもどこ見てんのよっていう彼氏彼女のよくわかんない、ねえねえ美容院行ったんだけどとか、メイク変えたんだけどなんで気づいてくんないのみたいな多分やり取りになると思うんですけど、はい、まあ、ちょっとやってからの楽しみということでね、全く私もね、まあ、どんなものなのかね分かっていないのでそんなに、はい、まあ、また整形終わった後に動画撮りたいと思います。はい、手術終わらせてきましたね。今回ねリフトアップとあとはなんかその場で先生に輪郭を変化が欲しいってことで顎のヒアルロン酸打ってきました。で一応どうですかねキュッとも上がったんじゃない、まあ視覚的にどうかわかんないですけど、こう顔はなんとなく引き上げられてるイメージで、両方6本ずつ入れてます。でまあちょっとここだね、絆創膏、うん、で一応ねこの手術、130万円します。うん、だからまあちょっとね変化がないと困っちゃう、逆に、うん、気づいてくれないと困る、うん、どうでしょう、はい、みんな気づいてくれるんでしょうか。あ、見てくれてる方もね来る前の動画と、今変わってるかって、どうどんな感じ、どうどう、うん、こんな感じでちょっと、事務所戻りたいと思います。さてみんな気づいてくれるでしょうか。うん、まあ絆創膏だね、もう肝はもはやなのかな、うん、完全な効果出るのは1週間後らしいんで、はい、とりあえずまあ帰ります。はい、事務所の方戻ってきました。ではカメラの方設置していきたいと思います。あ、すみません、遅くなって。あ、お疲れ様です。すみません。すみません、私こそなんか忘れ物しちゃったんですけど。え、とんでもないです、とんでもないです。打ち合わせだったんで、ちょうどよかったです。いや、そうですね、じゃあメイク動画先に、はい、やっていきたいと思います。なんか気づきます？え？気づきません？何ですか？え、気づかない。結構1週間に長い時間を共にしてると思うんですけど。はい、え、なんか変わりました？ヒント、はい、可愛くなってない、もう自分で言ったら可愛くなってない。なんかピエトレモンとか飲みましたそんな安いのじゃないからちょっと桜井飲むかなみたいな。え、違うんですか。ちょっと横じゃん。なんか絆創膏みたいな絆創膏つけて、なんすか、こけました来るまでになんと、はい、130万かけて、はい、この間に整形してきました。え、わかる。え、何やったんですか。130万かけて、そう。ああ、え、何のやつですかそれ。リフトアップと、はい、あとはプチ整形でちょっとヒアルロン酸を入れたんだけど、だから、まあ、輪郭だよね、要は輪郭がシャープになって。はい、もう可愛くなってないみたいな。ああ、いやドッキリにしては分かりづらいですね。もともと小顔だけど、はい、さらに小顔になって可愛くなってないっていう、はい、ああ、なるほどですね。だね。かあ、そうっすね。っていうかメイク動画撮る予定やったんですけど、まあ、ちょっとね今日これ外せないのよ。これ外しちゃダメって言ってるから、ゆうり先生。あー、ダウンタイム的なやつですか。まあそうね、一応なんかまあ今日は一日にほっといてくださいと。あー、マジか。ちょっとそうっすね。ちょっと今日
宅メイク動画で考えたんで、そうだな、どうしよう、ちょっと隠せないよね、これ多分。そうっすね、なんで整形したんですか。え、まあ忙しいしね、ちょっと空き時間ができちゃったんで。いやいや、取れないじゃないですか、今日ちょっと待ってくださいということでね、ドッキリ気づいてもらえずで終わってしまったんですけれども、こうやってね勝手に動画の撮影をね、してしまうと事務所の方々にご迷惑をねおかけする羽目になってしまったので、整形のご利用は計画的にということで、はい、締めさせてもらいたいと思います。この動画がいいなって思った方、ぜひともチャンネル登録、はい、チャンネル登録、あと高評価の方よろしくお願いします。 Twitter とね、Instagram の方もやってますので、皆さんぜひ遊びに来てください。怒られんのかな、ちょっと嫌なんだけど、どれだけ良ければ、はい、事務所の方も大丈夫だと思うんで、はい、この辺で失礼します。ではチャンネルありがとうございました。